はい、皆さんこんにちは。今日のテーマはこれだ。はい、ということでね、今日なんですけども、今日のテーマはですね、最近ね、ここ数年で手引きミルの高性能バージョンというんですかね、ステンレス製の刃を持った、手引きのコーヒーミル、まあ、電動もそうなんですけども、すごく出始めたんですよね。で、その高性能手引きミルが何がすごいかって言いますと、やはりその引いた後のね、コーヒーの粒、粒度ですね、まあ、いわゆるメッシュというやつが均一の大きさにこう揃えてくれるといってですね、コーヒーの味のブレが、ね、少なくなるということなんですね。なので最近なんかはね、すごくコーヒーミルの中でも高級な、手引きミルの中ではね、高級なものがかなりね、人気になってきてるかなという、そういった印象になります。今回なんですけども、この、まあ、僕がこれ持ってるやつなんですけどね、コマンダンテというのがね、すごく有名ですよね。手引きのコーヒーミルの中ではまあチャンピオンみたいなぐらいのね、そんなイメージのあるこのコマンダンテ、まあ、切れ味がねすごく良くて、知名度もねすごく世界的に有名になってきてるというようなものになります。ただね、このコマンダンテにですね、もう匹敵するような性能のね、ミルっていうのはね、どんどんね各メーカー出してきてるんですね。なのでね、今回はこのチャンピオンであるチャンピオン、あ、勝手に僕チャンピオンって言ってるだけですから、はいなんですけど、まあ、このね、コマンダンテ、と一つねちょっと比べてみたいミルがあります。それがねこいつでございます。これはね、最近僕もね使い始めたものなんですけど、ミノスというね、手引きのコーヒーミルになります。これはね、詳しい動画撮ってますので、よろしければね、詳しい説明はその動画ぜひ、ね、見ていただければと思うんですけども、使っていくうちにですね、この刃中のね、この刃がねすごいよくできてるなっていう風に印象を持ったんですよ。一番のポイントは、まあ、このボタンを押してね、引き目調整をアナログでこうできると、この刃がね大したもんだなというふうに思いまして、でふとねコマンダンテと比べた時に、いや決してね引けを取らないんじゃないかというふうに思ったんですね。なので今回は、コマンダンテ×ミノスということでですね、ちょっと引き比べをやってみようかなというふうに思いました。でちなみに私の持っているこのコマンダンテなんですけども、こいつはですね、もともとゼブラという機種なんですけども、さらにですねこのカスタマイズしてあります。レッドクリックスというですね、カスタマイズバージョンになっているので、まあ、さらに最強系のコーヒーミルかなというふうに自負しております。まあ、この最強コマンダンテとこのミノスを比べた時にね、どんぐらいこのミノスが太刀打ちできているのかというのでね、今日は実験をやってみたいと思います。はい、ではね、今日はもうサクサクいっちゃいます。中引きぐらいをお互いにね引いて、あとは粗引きですねを引いて、ちょっと比べてみたいと思っております。まずはねコマンダンテいきましょうか。はい、こんな感じでね引けましたね。はい、ではね次にミノスで引いていきたいと思います。はい、一応ですねこういう感じでね、縦にねこう細引き、下が細引き、上がねだんだん粗くなっていく感じで引いてみました。先入観をねこうなくすために付箋を貼ってみました。ではね下から見ていきましょう。はい、まあ比較的細引きで引いたような感じですね。これがで少し粗くした感じ。でもう少し粗くした感じですね。でもっと粗引きにしてみました。はい、結構これ力は拮抗しているようなねイメージにはなるんですけども、いかがでしょうか。はい、ではね、まあ、正解といいますかじゃあやっていきます。どっちがどっちだと思いますか。はい、ではねめくっていきましょう。ではまずこちら
こちらが、はい、コマンダンテでございました。でもう一つこちらが、そうしますと、はい、ミノスですね。はい、いやだいぶね、これミノスも大した歯だなというふうにね思います、印象としてね。うん、粗挽きもね結構こんな感じで引けてますんでね。はい、こんな感じでねやってみました。いかがだったでしょうか。はい、皆さんお疲れ様でございました。いやね、今回はコマンダンテとミノスをねちょっと引き比べしてみました。まあ、あとねこの引き具合の他にですね、それぞれちょっと特徴があるので少しね説明したいと思います。まあ、コマンダンテはねとにかくこの引いてる間の音ですね、途中聞いてもらったと思うんですけども、最高にいいです。ジャキジャキ切れるような感じでね。まあね、一応引き目調整はここの下でね、こうダイヤルを回して引き目調整をしていくようなタイプですね。一番オーソドックスな引き目調整かなというふうに思います。で一方ね、ミノスなんですけども、まあ頑張りましたよね、すごくね。もうコマンダンテに引けを取らないんじゃないかぐらいの薄の性能、歯の性能ですね。あとですね、ちょっと変わったところは、ミノスというのはですね、このボタンがありまして、引き目調整がね、ダイヤル、下のね、先ほどのコマンダンテのように、ダイヤルではなくて、これを押してですね、例えばこう、右にやると、はい、こうやってカチ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 ってなるんですよ。これが一番締まった状態になってます。ここから、例えばね、中細引きぐらいにするんだったら、また押して、反対回しですね。はい、こんぐらいですかね。1周目ぐらいにするとまた引き目がねこう少し粗くなるような感じになります。でどんどんまたねこのボタンを押して粗めの方に緩くしていきます。はい、そうするとまたこのカチカチという音が鳴って、限界まで粗くなりましたよっていうね、この大体3回転ぐらいでね、端から端まで調整ができるといったような感じで、結構アナログ式な感じの、ね、やり方で、引き目調整をします。ただねこれが慣れるとねすごくね使いやすくなります。はい、本日もご視聴ありがとうございました。よろしければですねチャンネル登録などしていただけましたら幸いでございます。またですね、Twitter、そしてね自分のこの僕のねブログなんかもねやってますので、概要欄に書いておきますので、もしよろしければねそちらも見ていただけたらと思っております。それでは皆様、素敵なコーヒーライフをお過ごしください。バイバイ。